孫悦月は中華民国、中華人民共和国の政治家。救命はよ、育期。商工官位師範学校、上海副担工学中学部を経て、1916年に天津北洋大学最高科に入学した。1919年の54運動に際しては、天津学生連合会の発起に加わり、学生代表の一人として、北京政府と交渉している。 このために、大学から除籍されてしまい、北京大学最高夜勤計に転入した。後に、アメリカに留学し、スタンフォード大学とコロンビア大学で、やはり夜勤を学んでいる。1932年、孫栄月は、大文孝の推薦により、国民政府国防設計委員会に配属された。以後、先生小油校、元無官所所長。 河南省小作中福須高校市総工停止総経理、勝負かすす高校市総経理などを歴任した。日中戦争が勃発すると、中福須高の大部分の設備を支線省に移送している。支線では、天府、川ら園石園の各須高校市で総経理を務める。1940年1月、 経済部士芸委員会官宿玉門有構想経理となり、スアブラダ用の異名を取ることになった。1945年5月には、中国国民党第6期中央委員候補に選出されている。戦後の1946年、孫悦月は経済部東北特派員に任命され、旧満州国支配地域の工業、工業の会社を接収した。同年、 資源委員会副委員長兼業務委員会主任委員に任せられた。1948年、資源委員会委員長、行政院政務委員に昇進している。翌1949年3月、経済部部長に任命されたが、6月に早くも辞任して香港に移る。11月には北京に向かい、中華人民共和国への参加意志を示した。九百五十年、 中国国民党革命委員会に加入している。中華人民共和国では、孫栄月は、政務院員在協議委員会計画局副局長、東山会ランススコー総管理所、副主任、国務院中外講資進出口管理委員会、対外経済貿易部特要顧問、ススタン工業部顧問、中国党ハイススコー総講師顧問、民生実業講師当事長、 中日国際皇帝公私市順委員会名誉主任、中国和平統一促進会会長などを務めた。民側では、河北省委主任委員、中央常務委員、第6期中央副主席、第7期中央観察委員会主席を歴任している。また、中国人民政治協商会議全国委員会委員、同常務委員も務めた。1995年12月9日、 北京市にて病没、去年103、ありがとうございます。